解体が始まったのは大阪ミナミの暴力団匠組の本部事務所があったビルです。おととし2月に大阪地裁が匠組にこのビルの使用の差し止めを命じ、先月およそ3億3000万円で民間企業に売却されていました。捜査関係者によりますと、匠組はすでに施設を使用していませんでしたが、今後抗争の標的になることを避けるために建物を買い取った民間企業が解体に踏み切ったとみられます。匠組は大阪ミナミでバブル期に勢力を拡大させましたが、2015年に起きた6代目山口組の分裂で神戸山口組に加わり、今年3月には神戸山口組からも離脱しています。